こんばんは。やほやほ。こんばんは。チャスチャスチャス。小沼さん、こんばんは。皆さん、こんばんは。目のアップです。こんばんは、コロン。元気かな？こんばんは。めっちゃ元気です。こんばんは。こんばんは。ハートありがとう。こんばんは。なさん、バッチコーネありがとうございます。今回のね、バッチの特典はこちらのね、服になっております。こちらの服です。チャイナのね、やつです。かわいい、ありがとうございます。お化粧、そう、加工がしてあります。化粧系のGARYU8 さん、バチコにありがとうございます。ハートが3つ分なんでね、こちらの服を着たね、写真を3つ以上プレゼントしたいと思います。お楽しみに。いつも可愛いな、ラブ、ありがとうございます。ココロン T シャツいいね。このね、 T シャツ今日までになってます。このね、 T シャツ欲しいって人はよかったらください。ね、今日の23時59分までになってます。大沼さん、バッチコにありがとうございます。ありがとう。のがちゃん、アンダーバー2929さん、バッチコにありがとう。こんばんは。滝尾さん、バッチコにありがとうございます。ハートがね、3つの人は次のライブまたは1週間の間特典があるんでお楽しみに。今日も TikTok と同時配信、そうですね、同時配信してます。でも多分 TikTok の方見てる人少ないんだよね、わかんないけど。よかったらね、 TikTok 見てる人はインスタ来てみてください。こんばんは。こんばんは。目のアップして、目のアップ。セラさん、バチコにありがとうございます。今回のね、特典はこのね、チャイナの服になってます。楽しみに。大沼さん、さらにこにありがとうございます。セラさん、さらにこにありがとうございます。はい、かわいい、ありがとう。 T シャツいいね、ありがとうございます。このね、 T シャツ、コラボで作らせていただいたんですよ。で、種類がこの白のやつと黒、あとトートバッグがあるんで、気になる人はよかったら私のハイライトから飛べるんで見に行ってみてください。今日のね、23時59分までの販売になってます。ぜひインスタ来て応援して、本当にね、ありがとうございます。応援してください、皆さん。 TikTok 見てる人ね、ココロンでインスタで調べて来てみてください。めっちゃ二重かわいい、ありがとう。これから夏は雷が多い。雷は怖いです。稲妻が落ちるのは怖い。確かにね、雷落ちるの怖いよね。でも結構音とかさ、心地よくね、心地いいっていうか、あの低音が好き、ゴロゴロになる感じ。竹雄さん、マッチョサラニコにありがとうございます。今日の心はいつもより大人っぽいな。なんでだろう、
髪が落ち着いてるから分かんないな。いつもと格好が違うからかな。こっちもこんばんは。こんばんは。いつもと何が違うんだろう。TikTok でも目のアップ任せてください。目のアップです。 OK ですか。 TikTok とインスタやっぱ顔違うね全然。パッ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 パ。発表の日に注文したからね、ありがとうございます本当に。みんなでお揃いですね。今日広島カープ千葉ロッテとやって5対4で負けちゃった。場所は千葉県。なるほどね、負けたんだカープ。大沼さん、バッチョさん、ニコにありがとうございます。バチ購入ね3つしてくれたんで、プロフィールがね光って表示されます。今日一日何されてましたか。今日はねお出かけ行きました。今日はお肉屋さんに行ってお肉買ってきました。こんばんは、こんばんは。TikTok から来ました。ありがとうございます。タイガースアンダーバー 0.46.68 さん、バチコにありがとうございます。今回のね特典はこちらの服を着た写真になってます。TikTok ライブしてるんだね。そうですね。一応同時にやらせてもらってます。金木健さん、バチコにありがとう。やっぱ可愛い、ありがとうございます。金木健さん、バッチョさらにこうね、ありがとうございます。だね、ありがとう。え、そう、今日の朝鶏肉食べたんですよ。で、今日のお昼牛肉食べました。そして今日の夜は豚肉食べました。3つフルコンボしました。今日すごくない？今日はお肉の日です。めっちゃ美味しかった。かわいい、ありがとう。コロン、 I love you、 Thank you、 ありがとう。肉オンリー、そう、肉ですよ、肉肉。今日は肉の日かっていうぐらい肉食べました。肉三昧ね。朝はなんか普通のコストコのあるじゃん、チキン、タンドリーチキンみたいなあれを食べて、お昼はハンバーグ食べたの、だから牛肉ね。で、夜はとんかつだったんで、とんかつを豚ね食べました。全部美味しかった。いいね。グーみたい。グーどうぞ。こんな感じでいいですかね。なんか前よりここのボコボコ少なくなった気がする。朝から肉は食べれない。マジですか。私めっちゃ朝から食べれるんですよね。今日の朝は白ご飯と鶏肉と、なんだっけ、ハイローラ、ハイローラ食べました。めっちゃうまーって感じ。そう、この前は朝にあの食パンを
温めてトーストして、でその上にあの蜂蜜乗せて、でホイップ乗せて食べました。めっちゃ甘い朝から。でもねめっちゃ美味しかった。めっちゃカロリー高い日、いや本当にねカロリー高すぎる。水着着るためにね頑張って痩せます。頑張る。前からね水着着るために痩せるとか言いながらねめっちゃ食べちゃうからいけないんだよねそろそろほんまに頑張ろうって思ってる毎回。もっとボコボコみたい。ボコボコってんな。朝ごはんはカロリー高めの方が動けるですよね。あのなんて言うんだろう、朝ちょっとしか食べなくってお昼までの間にねお腹すくのが私嫌なの。お昼までお腹すかずにいたいの。だから朝はめっちゃ食べたい。鶏肉はささみか胸肉がいいな。確かに確かに。でもね私ももも好き。もも美味しい。焼き鳥最高フォローありがとう。6勝5敗一応まだ勝ってる方が多いんだ。よきよき。パパ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 パ朝はもう何年も食べてない。そうなんだ。でも朝食べないとなんか頭働かなくない？多分朝食べんかったらもうお腹グーグーなって半端ない。やばい。そういや腹筋頑張るって言ってなかったっけ。いやそうなんですけど、なんか続かないなみたいな、三日坊主みたいなね感じですね。あまり痩せすぎてもダメだよ。痩せすぎることはないんで大丈夫ですダメない生活に慣れてるから大丈夫。もう慣れたらそうだよね私はね、私の理想は朝いっぱい食べて昼もいっぱい食べる、で夜は食べないまたはちょっとしか食べないっていうのが理想なので、まあそれをやろうと思って、まあ、朝食べるやん、昼も食べるやん、夜になったらめっちゃお腹空いてて夜になってもめっちゃ食べちゃう。だから痩せれないんだよね。塩味がいいとすぐお腹すくんだよね。そうなんですよ、もうすぐお腹すく朝から運動した時が一番やばい。水着を見たい。もうすぐ水着の季節ですね。楽しみにしてください。水着をね新しくしようと思ってるんですよ。去年もらった分もあるけど今年はねまた新しい水着にしようかなって思ってます。パパ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 パ。そんな底辺みたいな顔されてもまあ許すけど、許してください。成長期やっぱね、成長期だから食べるべきだよね。そうそう。でみんなが甘やかすからどん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 太っていっちゃうんだよ。危ない危ない。もっとね自分に厳しくいかないと。こんばんは、はじめまして。はじめまして。コメントありがとうございます。いっぱいねコメントしてください。質問とかね何でもいいんで答えます。朝ごはんはごま塩ふりかけ食べたよ。いいな。私ごま塩マジで好きなんだよね。あのあれあるじゃん、まるまるもりもりのやつ、なんだったっけ、芦田愛菜とさ男の子の名前忘れた、福くんかがさやってたドラマあるじゃん。あれ見てごま塩って美味しそうだなと思って、でごま塩食べたの。しっかり食べます。ロングヘア最高に可愛い、心ラブね。これさ、この髪型になってやっとね三つ編みができるようになったの。ここでててててて、ってで今日ツインの三つ編みしてこうやってこっちになってね写真撮りました。またね公開するんでお楽しみに。食べないと大きくなれないよ。これ以上大きくなってもって感じだけどね
最近友達と遊んだ、遊びましたよ、めっちゃ。パッパッパ、まあ、遊んだって言ってもどっかに行くとかじゃなくて普通に話すぐらいだけどね。丸も、そうそうそう、あのワンちゃんね。え、ワンちゃんだっけ、ワンちゃんだよね多分ね。あれなんてやつだったっけ、まるまる森森のやつ。名前が出てこない。子供2人とさ、大人1人とさ、犬1匹のやつ。プロ野球の佐々木朗希選手ご存知ですか。広島カープで明日投げる。全然知らないけど、朗希って名前かっこいいね。この希望の木がいいよね。もうすぐ夏祭りの季節だね。祭りの屋台で食べ物好きなものある。私が屋台で絶対買うのはポテトです。ポテトがいっちゃ美味しい、本当に。あとね、なんだろう、え、ポテトは絶対買うでしょ。でもポテト以外絶対買うものないかもしれない。やっぱ一番です、ポテトが。私いちご好きだけど、めっちゃ好きなのいちご。でもいちご飴はそんななの、だからあんま食べない。丸物起きて、うわ、それかもしれない。丸物起きてかもしれない。うわ、それだ、多分。懐かしい、丸物起きてだ。ポテトはマジでうまい。え、ですよね、ポテトは本当に美味しい。おすすめすぎる。フルフルポテト、え、フルフルポテトってあれでね、味がついてるやつですよね。こうやって振ってその味をつけるみたいな粉の。私あれはそんな、なんだよね、なんかポテトは塩か塩コショウでいい。それ以外の味はいらないの。あの、それ以外のコンソメとか食べたら美味しいけど、なんか食べようとは思わない。そんな感じです。かわいい、ありがとうございます。今ね、 TikTok 見てる人、よかったらね、インスタ来てみてください。 TikTok ね、とりあえず消してインスタのみの配信するんで、 TikTok 見てる人はインスタでココロンと調べて、ココロンのね、ライブ来てください。ってことで、見てくれてありがとう。OK、 じゃあ TikTok 消したから、今ね、インスタのみになってます。焼きとうもろこしとじゃがバターをいつも屋台で買っちゃう。うわ、じゃがバター美味しい。確かに私も好きだ。あったら食べる。うわ、じゃがバターいいよね。私多分じゃがいもが好きなんだよね。じゃがいも系なら何でも食べたい。あとさ、あのくるくるになってるやつ、ハリケーンポテトみたいな、あれめっちゃ好きです。コロンは見てるだけで癒されるよ、ありがとうございます。関朗希は千葉ロッテのピッチャー。そうなんだ、いいね、朗希ってガチ。あの、木がつく名前本当にいいよね。ゆうきとか、しょうきとか、あいきとか、らいきとか、それこそ朗希も。マジ、気がついたら何でもかっこよく聞こえる。正解、丸物を着てだよ、ですよね。来たよ、来てくれてありがとうございます。うさじ好きだもんね。そうなんですよ、うさじがね、やっぱ美味しい。とんがりコーンのお菓子は、とんが、とがりコーンか、とがりコーン食べないですね、多分。OBSIDIANBR じゃなかった、 LUS07033 バチコにありがとうございます。ハートがね、2つ分なんで2日
ハートが2つ分なんで2日分ね、バッジの特典がつきます。お楽しみに。今回の服はね、こちらのねチャイナの服になってます。ミニスカ系の服です。ジャガビーもいい、わかる、マジで美味しい。本当にジャガビーは本当に美味しい。ジャガイモのお菓子なら何でも美味しいよね。高橋さん、バッチコーにありがとうございます。ありがとう。でるれるれ、昨日友達と花火した。うわいいな花火、私も花火したい。うわいいな花火。花火大会とかでさ、大きい花火見るのもいいけどさ、友達とさちっちゃい花火するのも楽しいよね。どっちかといえばちっちゃい花火の方が好きかもしれない。高橋さん、バッチをさらに購入ありがとうございます。高橋さん、バッチをさらに購入ありがとうございます。3つ購入してくれたためね、プロフィールが光って表示されます。コメントしてください。ベーブベーブベー、大沼さん、バッチをさらに購入ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。今年の夏どこかに行く予定ありますか？特にないですね。特にないけど祭りとか行きたいなって感じです。こんばんは、出遅れた。こんばんは、来てくれてありがとうございます。線香花火は鉄板。あのさ、線香花火ってさ最後にやるじゃん大体みんな。でも私さ、線香花火は一番最初にやりたいんだよね本当は。ずっと線香花火しときたい。マジで楽しい。広島祭りあるよね。あります。今日あります。今日と明日フラワーフェスティバルやってます。もうね、私行けないんで。本当は行きたいけどね、行けないからちょっと残念。いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。 T シャツに短パン、夏っぽくっていいね。ありがとうございます。こちらの T シャツは心の T シャツになってます。ひさとさん、バッチコーにありがとうございます。ありがとう。こんばんは。こんばんは。線香花火大会やってみるか。え、いいですね。みんなでこうやって線香花火つけて誰が一番長く持てれるか、絶対楽しい。先週はトウカさんだったよね。そう、トウカさん、そう、トウカさんも行けなかったの。今回も行けないし、トウカさんも行けなかった。ね、祭りね、どっかであったら行きたいです。普通に裏フェスティバルはあれだよね、ステージとかがあるから、 それを見たかったの。ダンスとかさみんなするじゃん、それを見たかったのよ本当は。でもちょっと勉強もしないといけないしね、いろいろ用事があるから行けないです。行けないの、マジで残念すぎる。そういえば T シャツ今日までですよね。そうです、この T シャツね今日までになってます。今日の23時59分まで注文ができます。なんでね、このシャツ気になるなとか、私のねロゴの入ってるトートバッグとか気になるなって人はぜひ見に行ってみてください。私の言葉が出てこない、私のハイライトに載せてるから、詳しいことはそこ行って見てもらえるとありがたいです。期限内じゃないとね買えないんで気をつけてください。受注生産だから、買ったらてかみんな買えるんで、そこは安心してください。ココロン T シャツいいよね。ありがとうございます。私は盆踊りとか小さなお祭りとかも復活するんじゃないかな。多分復活しますよね。行きたい、マジで復活してほしいね、しっかり。
何歳ですか？年齢はね非公開です、ごめんなさい。ひさとさん、バッチョソラニコにありがとうございます。島根県水後祭花火、そういうあるのかな、大会みたいなのが。面白そう。隅田川の花火大会、隅田川っていうねこれ。花火大会行きたいね花火大会しながらこの手持ち花火やりたい。じゃあ花火大会を見ながら手持ち花火をしたいって結構前から思ってるけどさ、絶対できないよね。なかなか忙しいんだね。大変だ。そうなんですよ、大変なんですよ。アモーレー、ベーボベーボベー。やばいやばい、喉が潰れてきた。線香花火いいよね。ね、マジで線香花火したい。あれあるじゃん、線香花火ってさ、なんかさ当たりと外れがあってさ、外れはさなんかつけた瞬間から落ちるやつあるやん。あれマジ嫌よね今足かゆい。こんばんは。こんばんは、見に来てくれてありがとう。初見です、初めまして。よかったらねコメントしてください。質問とかで何でもいいんで答えます。それ素敵ですよね、素敵ですよね。将来の夢は、将来の夢は、将来の夢はね、それこそ前から言ってる消防士。バイクの教員も楽しそう。国語の先生もいいよね、心理系からの国語の先生、それも楽しそうだなって今思ってます。豆乳飲んでないの？10分20分前に豆乳飲みました。喉気をつけて、ありがとうございます。川のそばで大きい花火見ながら線香花火なんて、うわ確かにエモすぎる。それはエモいな、やりた。ひさとさん、バチョサラニコにありがとうございます。ハートがね3つ分なんで、違う間違えた、ハート違う言葉が出ない、今日やばい。バッチをね3つ購入してくれたためプロフィールがね光って表示されます。ありがとうございます。やばいね今日言葉が全然出ないね。コロン一途のマサトです、ありがとうございます。本当にコメントもねいつもしてくれて、いつもねライブ見に来てくれて嬉しいです、ありがとう。プロ野球のピッチャー投げることがプロの仕事なので打つ練習はあんまりしない。そうなんですね、なんかみんな全部練習しそうなイメージだったけど、そんなことないんだ。落ち着いて、落ち着きます、ありがとうございます。コメントが流れなくなった、なんでだろう、コメント届いてないですね。あ流れた、それは良かったです。かわいい、ありがとうございます、嬉しいです。やったね、かわいいですね、ありがとうございます。先生になりたいんだね。僕は先生してます。そう先生になりたいんですよ。なんか教えるの楽しそうじゃね、普通にそういうのが楽しそう、だから先生やってみたい。島根県宍道湖花火大会、島根多いね花火大会こちらこそ心に会えてマジ幸せだ。こんばんは。こんばんは、やばいやばい、固まった固まった、なんでなんで、インスタが固まるの、なんでなんで、ほんまにやばいね最近インスタ止まってるけど見えてんのかな、ぐるぐるしてる。乗った乗った、コロンの先生姿見てみたい。もうぜひぜひ先生になるんで、よかったら授業受けに来てくださいいや先生になるんでっていうか、なるかは決まってないけど
消防士になってみんなを助けるか、先生になってみんなに教えるか、どっちかだね。だから私が消防士になったら、火事になった瞬間すぐ呼んで、電話ですぐ行くから。で、私が先生になったらみんな私のところに習いに来て。こっちは動いてるし聞こえてる、それは良かったです。来週講師になるための研修に行きます。それは頑張ってください。講師になるから研修、あ、そっか、研修があるのか、大変だね。そろそろ時間になったんでおしまいにしたいと思います。今ね、このね、コラボ T シャツ作ったね、コラボ T シャツを販売してます。それのね、締め切りが今日の23時59分までになってます。23時59分までに頼まないと買えないんで、もしね、欲しいよって人は23時59分までに購入してください。今日までなんでね、よろしくお願いします。ということで、コメントしてくれた人、見てくれた人、ハートしてくれた人、バチ購入してくれた人、ありがとうございます。バチのね、特典はこちらのね、チャイナ系のね、ミニワンピの写真になってます。なんでね、楽しみに。お疲れ様でした。お疲れ様です。消防士になっても僕がコロンさんを守ります。ありがとうございます。じゃあ守っても守られるみたいなね、関係にしましょう。そういう関係いいね。ケイさんこんばんは。ありがとうコロン、いえいえ、またね、またね。次はいつ、金曜日、次は土曜日か、次は土曜日、次のライブは土曜日です。多分また予定が変わらない限り土曜日するんで、よかったら来てください。ケイさんバチコにありがとうございます。ってことでね、おしまいにします。ありがとうね、バイバーイ。